人々に100年の安寧の時を過ごさせた。支配されていた恐怖も、囚われていた屈辱も忘れさせて。Are we ready? Guys, are we ready? Oh my god, after 4 years. I know this introduction. その壁が巨人によって破られた時、人類の戦いは始まった。Okay. そして、I'm nervous.兵士民間人を問わず多大な犠牲を出しながらも人間の中に紛れ込んでいる巨人の存在を知り、ついにその一人であるアニレオンハートを捕獲することに成功したのは、壁が破られてから5年目のことである。カメラ、Oh my god.It's really happening. Finally. だが、人類の次なる脅威はこの時すでに迫っていた。Obviously, I read the manga, so I know what will happen. Shi, nanda, kabe no naka ni, masaka. Untaichou, shiji wa? Nani? Chotto matte. Are wa tamatama asako dake ni ita no? Sore tomo, moshi sou ja nakya? What the fuck?巨人、日光を当てるな。これ以上の地獄はないだろうと信じたかった。それと地獄さえあるの日はもとと言ってくれた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。壁の巨人はとりあえずシートで覆うことになりました。本格的な作業は日没後を行います。そうか。これは一体どう考えれば。壁の中に巨人がいるなど想像も。想像していたものなどいない。知らないものと知っていたものがいるだけだ。一体どうなってるんだ。ここで巨人と戦闘が行われたのに何の説明もなしだ。まあ、でも一番嫌なのはさ、こんだけ死んでるのに実は理由がありませんでしたってこと。
さて、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？キリン返事。私は忙しい。教会も信者もめちゃくちゃにされた。貴様らのせいだ。後で被害額を請求する。さあ、私を下に下ろせ。いいですよ、うん、ここからでいいですか？ゲレム運転手を。夜な、ふざけるな。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。いいか、お願いはしてない。命令した、話せと。そしてお前が無理なら次だ。何にせよお前一人の命じゃ足りないと思っている。手を離せ。今話していいか？今だ。I know you are not going to kill him. 死んでもらおう。アンジさん、私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。だから今この手を離せ。You know the truth and you must die because of it. Shut up.嘘、冗談。ねえ、ニック夫妻、壁って全部巨人でできてるの？分隊長。ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。近いんだぜ。私の故郷も近いですね。なんで帰っちゃダメなんだよ。夜に抜け出してやろうかな。私なんてまともな人間になるまで帰ってくるなって言われてるんですよ。俺はお前みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。十番内の成績で兵士になった。だから村に帰って見返してやんのさ。コニー、お前が本気なら協力するぞ。あ、なんだ？おかしいと思わねえか？なんで私服で待機なんだ？兵団服も着るな、訓練もするなだぞ。さらに疑問なのは上官たちの完全武装。ここは前線でもねえ、壁の内側だぜ。何と戦うってんだ？この辺りはクマが出るからだな。ええ、クマですね。クマなら鉄砲でいいだろう。うるさいした。足音みたいな地鳴りが聞こえます。は？何言ってんだ作者。ここに巨人がいるって言いたいんだな。そりゃウォールローゼが突破されたってことだぞ。ミケ、トーマ、早馬を出せ。お前を含めて4機、カックに伝えろ。おそらく
104機調査兵団の中に巨人はいなかった。南より巨人多数襲来、ウォールローゼは突破された。本当です、確かに足音が。全員いるか。ナナバさん、500メートル南方より巨人が多数接近、こっちに向かって歩いてきてる。君たちに装備させてる暇はない。直ちに馬に乗り付近の民家や集落を走り回って避難させなさい。いいね。南方から壁が壊されたってことなのか。さあ動いて。残念だけど仕事が終わるまで昼飯はお預けだ。見て前方、あの一帯に9体いる。ピカス、そのピカス。ウォールローゼは突破されてしまった。私たちは巨人の秘密や正体に一切迫ることもできないままこの日を迎えた。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あの巨人たちが林まで到達したら一斉に離散する。これまでに4つの班を構成する。104機と武装兵で構成した班を東西南北に分ける。戦闘は可能な限り回避し情報の拡散に努めよう。誰かこの地域に詳しい者はいるか。はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってます。あとコニーも。コニー、南に俺の村があります。巨人が来た方向に近くの村を案内できます。その後俺の村に行かせてください。分かった。南藩の案内はお前に任せたぞ。はい。コニー、俺も行く。多分南は一番危険だ。巨人がいっぱいいる。何言ってんだ。さっき抜け出しに加担すると言っただろう。お前はどうする、ベルトルト。もちろん僕も行くよ。人類史上最も忙しく働くべき時が今だ。巨人どもが林に到達したぞ。離散せよ。最高速度で駆け抜けろ。全てが揃っているのは別冊少年マガジンだけ。完全無料の公式ファンサイト民劇。民劇に入団し、みんなで作戦を楽しもう。
無限に広がる参加型新アトラクション、無料で今すぐ遊べる民劇。死にたいなら死なせてやる。お前は何のために調査兵の UI に入る。進撃の巨人、死地からの脱出。コーリー・テグモ、マイル、見せてあげる。俺こそが最強。どうしよう。仕留めてやろう。全員主役のヒーローバトル、無双スターズ。コーリー・テグモ。その日人類は思い出した。スカイツリーに襲いかかる350メートル級大型巨人の恐怖。戦わなければ守れない。作戦を考えた。これで塔を守れるかもしれない。俺たちがこの塔を守る。この班の使命は、このクソで系統に傷一つつけないよう尽くすことだ。ああ、悪くない。僕の武士ブラスターブレード、ヴァンガード G レジェンドデッキザ・ブラスター愛知仙道、4月7日発売。また一緒にファイトしましょう。バンドリがゲームになって登場。バンドリガールズバンドパーティー。ゲームオリジナルの楽曲も多数収録。アニメソングのバンドカバーでも遊べるよ。好評配信中。マジか。Oh, finally. Oh, Eren. あんたまた喧嘩してきたのかい？あのバカどもが消されたのか？あ、Eren。それで？またミカサに助けてもらったんだろう？ありがとう。おエレン、どんなに相手が悪くて憎たらしくてもね、つっかかりゃいいってもんじゃないんだよ。あんたは男だろ。たまにはこらえて三河を守ってみせな。グッドモーニングエレン。Oh, Eren. How beautiful you are. What's up? You're tired. Go to the room. Sorry. It's already broken. I'm going to give you a new one next time. I'll give you a new one.Poor guys, can't rest for a night. Yes, not the player, Kyojin. This voice.気がかりは暗記講習。何か妙だ。
ラメント以上あるのか。でかい。獣のような体毛で覆われている巨人など初めて見る。こちらに近づくでもなく、ああやって歩き回ってるあたり、貴公子に違いないだろうな。よし、よく飛びた。ここで上まで耐える必要はなさそうだ。He was 18. Wow, what? その武器はなんて言うんですか？腰につけた飛び回るやつ。絶対だね。同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。通か剣とか使ってんのか。やっぱうなじにいるってことは知ってんだね。まあいいや、持って帰れば。おThe streaming. No. Okay. Too much people on the server have watching the Shingeki no Kyojin. No. They're going to die anyway, Mike. 人は戦うことをやめたとき、初めて敗北する。まだ負けてない。もう動いていいよ。Oh no. Yes, this is enough. You won't do this. Cazzo di urlo adesso.
So, see you in the next video, subscribers. Hope you like this first video. I like it a lot because I'm a very fan, obsessed. It's wonderful. Bye, guys.